BFQTV。 どうも BFQ です。すいません、引き続き新年の、はい、というわけで、今はですね、私たち、ここに何を書くかと言いますと、去年 BFQTV、4月から始まりました、何脳みそ回ってないでしょ。ちょっとさ、もう一回行こう、もう一回行こう。何を話せばいいの？え？振り返りましょうって話ですよ。あ、本日の企画ですよ。本日の企画ね。はい、本日の、こちらにですね、何が僕たち的に良かったかっていうのをですね、振り返っていきたいなと思います。題して、BFQ それぞれが、YouTube 動画何が良かったか振り返ってみよう。まあ、あれしょ、1位に3位それぞれつけていって、はい、まあまあどんな動画が良かったかとか、なんでその動画を選んだのかっていうのを、はい、まあ、それぞれ発表していきつつ、全体的に振り返っていこう。ありがとう、はい、ありがとう、ね、ありがとう、はい。何本ぐらい上がってるんですか、 YouTube の動画？まあ45本ぐらい。まあ大体じゃ結構やったね。いやー、これはかけがえのない感じだね、もうね。かけがえのない。週1であれして、うん、まあ、これもね、一人にスタッフさんのおかげで。ありがとう。どこまで。お疲れ様。あとで乾杯しよう。はい、ベスト1、2、3をそれぞれ書いていきたいなと思います。はい。いいっすか？もうやっちゃいますか？書いていいかも。もう帰っちゃいましょう。帰っちゃう。帰っちゃう。もう帰っちゃいましょう。なら帰っちゃう。はい。帰っちゃう。ブルー、ブラック、カーペット。オッケー。はい。すいません、お待たせしました。じゃあ、どなたかじゃないじゃん。1個じゃないじゃん。どなたか。何すんなよ。どなたか。おい。行きましょうか。いっぱい書いてる、いっぱい書いてる。どなたか行きます？どれだけ行くか。はい、じゃあ順番からお願いします。どうぞ。ズバリ。はい。じゃあ行こう。まあ1位はさ、これもうしょうがないよね。しょうがない。しょうがないね。しょうがない。まあ思い出があったし、なんかすごいいろんな経験もできたしね。うん。あとみんなですごい踊り楽しかったっていう。うん。まあ、これが、まあ、多分過去何年経って振り返ってもすごい楽しかった思い出なんじゃないかなっていうのが、まあ、1位だね。まあ、初めてジュンがもう専属でというか、ジュンだけで振り付けしたっていう楽曲であることは間違いないからね。まあ、曲調的にね、うん、まあ、俺が一番あったって感じで、うん、うん、そうそう。1位がミスター最高のメイキングと、はい、で2位が優勝年、優勝年どっち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 みんなで踊ったやつ、あ、踊ったやつ2回目の方ね、まあ、あー面白かったね、うん、実際やってみた編ね、まあ、歌いながらさ、うん、ちょっともうこれは今後にも期待できるような、そうだね、あれなんじゃないかなと思って、確かに僕らもよく練習をしなきゃいけないだろうなっていうね、うん、何かを感じたよね、うん、で3位はちょっとこれ決めかけたんだけど、うん、まあ、体力テストとスマブラ、筋トレ。3つじゃねえか。3つあります。じゃあ、俺もタイです、これが。5位じゃん。5位。はい。あとスマブラだよね、もう1個ね。そうだね。まあ、評判悪いって言われて。悪くはないんだけど。悪くないんだけど。伸びが悪い。まあ、分かりづらかったんだね。そう。あとは、まあ、同じ感じだけど、スマブラと筋トレ系だよね。筋トレね。まあ、最近だもん、筋トレ。筋トレ系。これでも結構、俺結構ほぼ毎日やってると思うんだけど、なんか割と、なんか楽しく筋トレできて、うん、まだやってんだね。あと一番個人的にツボなのは、体幹の時にタクヤの腰めっちゃ上がってて面白いんだよ。ああ疲れすぎてね。体幹、うん、疲れすぎてね。そう、体幹腹筋のやつね、うん、サボってんのよ、ね、え、もう寝てたから俺寝てるってもう睡眠障害だから。そんな感じでした。はい、ありがとうございました。じゃあ続きまして、どうしましょう。誰がいきますか。僕いきますね、じゃあどうぞ。はい、僕のベスト3はこれだ。ワン、ツー、スリー。第3位、体力測定。あ、特にシャトルラン。なるほど、うん、はい。まあ、体力測定って普段やんないじゃないですか、うん、だからなんかすごいなんか昔、ね、ちょっと学生の時に戻ったなっていう、すごい純粋な楽しい感覚がちょっと戻ったなっていう、うん、そして第2位は、まあ、何を隠そう、ダンスダンステンデンス桃太郎、はい、うん、特に桃太郎、ね、はい、特に桃太郎、うん、これはまあこの企画、まあ、このね、YouTube 動画をね、稼働させるタイミングにあたって、これをやろうと、うん、まあ、その走ったタイミングの後に、スカイハイ直々からね、やりましょうというふうにお声掛けもいただいて、僕らのその4人の形ができたかなっていう、これも本来ならね、
ツアーとかもやることなく、なんかその1年ね、今年のそのこの状況の中に僕らがどんな活動をしていったらいいかって模索してる中に日高くんと一緒にね作れたってことが僕らはすごい財産なんじゃないかなって、確かに、うん、はい、思ってます。だからぜひ皆さんもここの動画でしか見れないかもしれないんで、まあそうだね、何回も見てもらいたいし、すげえこだわったし、もう何もかも後ろのね XR っていうその技術をね僕らが使わせていただいたってことが一番嬉しかったなーっていうふうに思っております。はい、そして第1位は大縄跳び。また第1位大縄跳び。大縄跳びね、俺ねめっちゃ面白くて、俺たまに見んだよね一人で。あ、そう、めちゃくちゃ面白い。あ、面白かった。順がおかしいわけ途中から。あ、なんか、うん、あったよね、うん、あそこのシーンだけね。どこえあ、ここだ。ジュンやった今8だったけど。いや、ちょっと待ってまだ解説しないの。これね、何もかもが何もかもがおかしいの。ね、俺のベストバウトです。なるほど。今回今年1年の。なるほどね。はい、もうなんかこれはもう元気になりたい時はぜひ見ていただいて、僕らの逆戦をね、ぜひ分かち合っていただけたらなというふうに思っております。素が詰まってる。はい、僕らの素が詰まっております。はい、というベスト3でございました。はい。はい。はい、じゃあ僕言いましょう。僕のベスト3はこちらです。綺麗だね。字がさ、やっぱさ、綺麗だよね。こちらですね。まあ、第3位はあれですね。BFQTV 第2回、Zoom での遊びの、ジェスチャーイヤホンガンガン。はい、ああ、はいはい、面白かったね、自粛中のやつね。そう、これはね、まあでも印象残ってるっていう意味では自粛中の中の、あの撮影というか、そう、ゲームでやって更新ダンス、BFQTV 更新していこうみたいな感じだったから、まあそういう環境もね、すごい印象に残ってるかなっていうのが、まあ、今年を象徴するよね。そう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 、まあ普段じゃさ、まあまああんまないじゃん。そうだね、こういう状況がさ、そうだったから、まあこれは第3位だったかなっていうのと、で第2位は無音ダンスチャレンジ。ああ、これはマニーが企画した。そう、これは持ち込み企画で持ってきたやつだったんで、これも印象残ってるんですけど、これ多分あれかな、そういう意味ではスカイハイの楽曲をちゃんとなんか企画として初めて使ったような感じだったのかな、うん、そうだね、そういう意味ではね、そうそうそう、今そこでね、僕見てるけど台本をね両手に離さず、あ、そう、俺はね、棒読み台本、棒読み台本をしっかりやってよ、また次もなんか、あ、いいですよ、全然しっかりやりますよ。これね、第1位はまあ健介と被るけど、ダンスダンスセンテンスのボンボンダンス。そうですね、これも右に同じですね。もう単純に技術を使わせてもらったのと、まあまあリハとね制作だったやつとか全部含めて、まあまあ当時のやれることは一生懸命全部つぎ込んで、本当に一番大変な時期にやらせていただいたからね、みんなも本当に協力してもらったりとか、もちろん制作スタッフとかもね、撮影とか聞いていただいたりとか、そう、あと俺が気にかけてるのはね、こんなに頑張った不安にね、再生回数少ない。見て見て、今後これはね、そう、見てほしい、もっともっと見てほしい。そう、割とすごいことやってんだよ。そうなんだよ、これはね、見てほしいです。しっかりと。じゃあラスト。はい。まだ基本的に一緒です。もう、ここまで来ると。はい。一緒なんですけど。ドンちゃん。というわけで。ああ、なるほどね。やっぱ3位はね、無音ダンス。おおおお。そう。これね、やっぱちょっと楽しかったやつ。なんで？楽しかったのと、ちょっと悔しかった、やっぱ。なんで？ぴったり行きたかった、どうしても。ちょっとしたこう、ダンサーならではの、なんて言うんだろうな。悔しさが出るよ。これはね、あと2回、3回、4回とやっていきたい。ああ、やろうよ。またやるかじゃん。やろうよ。違うので、まあ、ミスターサイコでも全然いい。ああ、やろうやろうやろう。ジャスも間違えれないから。いや、俺、そうだね。俺、本校に関してはセンサーないよ。前振りお願いします。2位は、家でしょうね。アフレコの方。ああ、はいはい。入れる方ね、声入れてる方。はい、1回目の。
そう、もうこれはもう何と言っても純くんがやばかったっていう。これはちょっとやり直したいわ。やり直したい。いやいや、だから次の、あの違うセンテンスでやればいいじゃん。そうだね。あ、そうだ。なんだっけ、ヤンキーでやってほしいとか。ああ、コメントがね、一応あの、ね、僕らも全部拝見させてもらったけど、ヤンキーが一番多かったんで。ヤンキー。うんうんうん。多かったから、ね。まあね、それでもいいと思います、全然。そう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 。うん、こういうのもね。そうだね。ありの。で、まあ1位はもう当たり前のように僕はもうダンスは全部。なるほど。それは。これはまあ全体です。全体です。もう全体。もうあの技術と一緒に、スカイハイ、フューチャリング、BFQ、フューチャリング、XR。XR。もう、それがもう全て詰まっている。うん、動画かなと思ったので。できないよ、普段、うん。びっくりした。あの、スタジオというか、あの、あそこの現場に入った時。そうだね。大人が多いと思う。そうだね。まるまる僕らのためにね。そうなんだよ。3日間とか5日間ぐらいやっていただいたら、うん。だから、あの、ね、日高くんの PV の現場とかだったら、うん、あの大人の人数は納得できるんだけど、うん、俺らのためにあの大人の人数は結構びっくりした。そうなんだ。なるほどね。確かにね。そうなんだ。なんかすごい頑張んないといけないなっていう気持ちにもなったし、ね、そうなの、ね、うん、1ヶ月ね、まるまる毎日リアしてたし、ね、うん、そう、ほぼ一緒にいたもんね、うん、ブルーフラッグガジェット。逆にそんな面白くなかったのなんだろうね。逆に反省。あ、1個だけ出すじゃあさ。あ、いいよいいよ。反省。俺はダンス大盛りかな。大盛り、うん、あ、もうやっててもそうだったけど、見てもあの何が何なのかよくわかんない。単純に言っちゃうとさ、全然面白くないのよ。そうなんだ。全然面白くないんだよ。これね、あの、1103回って今言ってるんだけど、現時点で。うん、これね、多分ね、50ぐらいでも多分いいぐらい。下げすぎ、下げすぎ、ね、うん。残りの1000回ぐらいも他のに振り分けてほしい。うん。この失敗を糧にね。勉強になりました。勉強になりましたね。そう。はい、というわけで、はい、まあ、こんな感じになりましたけれども、はい、まあ、あの、ぜひ皆さんもね、あの、コメントで、あの、これが良かったよとか、ベスト3、ベスト1だけでもいいんで、うん、あの、どんな動画が良かったよとか、あの、ぜひ僕らも参考にさせてもらうので、うん、コメント欄の方お願いいたします。はい、はい、はい、では、あれですよ、2021年始まってますけど、はい、今年はどんな年にしたいんですか？はい、今年ね、はい、ライブ一緒に日高くんと回りたいね。まあそうだね。だから2020年、まあ一回もなかったと言っても過言じゃないじゃん。うん、そのエンタメ業界のその止まってる具合的にさ。そうだね。だからね、どっかのタイミングで爆発させたいっていうのがありますよね。僕らもさ、その、まあ、この BFQTV もやらせてもらってるのもさ、うん、まあこういう状況だからこそ何かできないかなっていう思いも込めてやってるからさ、はい、うん、まあもちろんこれも引き続き頑張るけども、はい、本来のその僕らのダンサーとしての活動もね、パフォーマンスをね、そうやっていきたいなっていうの思いはあるよね。あ、そうだね。間違いないですね。うん、そうです。ありますか、なんか事故、事故、今事故事故ええよ、顔怖ええんだよ。まあだから YouTube もあれじゃない、またどん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 更新してって、うん、そうだね、着実に階段を持っていきましょう。うん、活動もいいで、もう、もう、この活動も、喋れ、喋れ、この活動も、この活動も、ライブも見ていただいて、はい、頑張りましょう。はい。なんか頑張りましょうだけど、ちょっとイケボーな感じだ。え？頑張りましょう。なんだろう。じゃあ、いいですか、締めて。はい。はい。じゃあ、以上、ビエクリスタ、今年もよろしくお願いいたします。お願いします。皆様ね、チャンネル登録、高評価お願いします。まず飲むよ。